はい、皆さんこんばんは、マイノルです。今日もですね、一緒に見ていこうかなと思います。ゼロ使っております。これはクラブハウスの、2階監視金庫攻めですね。はい、ゼロ強っと思ったようなラウンドです。あんまりね、喋りすぎず、まずね、これぜひやってみてほしいんですけど、まあ、ここね、よく突き上げが強い場所でもあるんですけど、倉庫、まずドローンでチラーっと見てますけど、このくぼみいるわ、様子見ながらね。これね、上らへんだけこう開けて、この壁にね、もうつけちゃいます。そうすると向こうの、まあ、この辺に隠れてたりするんですよね。それも確認しつつと、でね、飛び出しを狙ってる人とかも来たりするんで、爆弾が見つかった。でここも来られたくないですよね。ここで、ここ来ないの確認してから、ちょっと突き上げのね、準備をして、上に、ゆい、これでボム中が見えます。これ強くない？今回いなかったんですけど、いるときね、これでどこにいるか確認して、下から突き上げっていうのが簡単にできるんで、めちゃめちゃ強い。ナイトクラブ。いやー、すまねー。はい、行きましたよ。もうね、戦う準備はできてますんで、で、この人が飛び出しをしたかったのかわかんないですけど、いるいるいる。このキピンのちょっと左より。倉庫に来た後、動きがないんで、どうしようって感じですけど、来ないで、ここからちょっともう打ちに行きます。はい。棚があるよ。はい、そこはナイス。イージーキルですね。いいなんやって。さあ、そんなわけで残り分切りました。上に合流して、接っちゃいけそうみたいなんで。B に入ってるんか。ちょん。カメラを設置。家が下、倉庫にいる今。家が赤ピン、あ、家が5ピン、5番ピン。階段登ってくるかも。さあ、まず、ガレージの敵を倒して、それから僕は下に来ます。 これで、ラペリング入るんですけど、ここでね、よくロックするんですけど、ちょっと赤い状もしかしたら打ち負けるって可能性もあったんで、ここはもう確実に、カメラを設置して下入ります。入っていいよ、入っていいよ、入れる入れる。で、今回はフラグを、ね、使ってなかったんで、会場はフラグで飛ばしちゃいます。7秒もあるんでね、こういうことが簡単にできちゃいます。ナイス、負傷です。あとイエーガーがもう排除に行ってます。今カメラ残してるんで、赤ピンに対して突き上げと。これやっぱ強すぎますよね、情報がね。まあでもフラグが無理？マジ？うん、使えるマップとか、これ突き上げができるマップでめちゃくちゃ力を発揮すると思うので、ちょっといろいろ今最近考え中ではあるんですけど、どこが強いかなとかね。はい、じゃあ次、オレゴンの、これはね、地下攻めかな。あ、2階攻めか、2階ですね、を見ていきます。あ、嘘でした、ごめんなさい、1階だ。これ食堂キッチン攻めですね。すごい、どうやられた、こんなになんか綺麗な嘘をつくとはね。ああ、いるね。はい、で、いました、スモールタワーの上います。こういう時もね、まあビジルなんで、どうせエイディスも置いてないだろうし、もうこれで、はい、ドン、ショ、余裕ですね。ナイス。取り戻した。さあ、まず、スモルタワー取れました。で、ここでここの、壁に1個ね、一応これなんか、おーい、まあ、そんな使えるカメラではないですけど、で、これでこっちの通路ですね、 S、
はい、ここはもうよく来ますね。裏取りというかで。で、これエコードローン壊しました。でかい。アーガスでエコードローン。で、ある程度裏取りとかは確認できてるんで、あれでね、からですね。ニトロで通されたから。前、正面を攻めていくんですけど。あ、S 来てるよ。アーガス壊れたよ。アーガス展開。アーガスもね、これ4つは多すぎるんですよね。あ、家が引っ越し来ます。キピンです。キピンにいる今。はい。ナイス。そんな感じで裏取り来た家がをまず倒して、でもう一回ちょっとね、はい、ここ置いといて裏取りを確認した状態で正面攻めていくっていう感じですね。アーガス、うん、見ておく。ナイス。ラスト2、ラスト2。25秒。爆弾を発見した。で、手前のボム中がいないっていうのが分かってて、エコーいますね。で、エコードの1個壊せてるんで、あと1個がどうなってるか分かんないですけど。で、もう一人確認できたんで、設置は通りそうですね。時間稼ぐとエコードローンで壊れちゃうんで、あ、エコードローンで止められちゃうんで、間のやつ戻ってった。ここでちょっとね、味方の配置見て、で、スレッジが階段まである程度降り切るタイミングで、ここで設置通します。で、裏回ってきてましたね。これはカメラで映ってなかったのかどうかわかんないですけど、報告がなかったんで、これね、一つまた、ちょっとした注意点なんですけど、ゼロの。バンバンカメラを設置できる代わりに、こうやって死んだ後とかでチェックする人が、多すぎて、ドローンの数とか、そのアーガスの量がね、多すぎて、全部見切れなくて、多分あったと思うんですよ、あれ、裏。一番最初につけたやつかな、あったと思うんですけど、見れてないと思うんで、それもね、うん、注意点ですね。これ、ここのね、ここの、ちょっと分かんない方は巻き戻して見てほしいですけど、ここピークしてくる人めちゃくちゃ多いんですけど、今のね、あそこの、なんか、なんだ、発電機じゃないけど、変な、あれ乗って、あ、カメラあるじゃん。今の車線通せば簡単倒せるんで。上行く？ OK、OK。俺行くわ。これね、前目の戦いをしてくる敵はもう、ちゃちゃっと倒して、打ち合いも強いんでね、エースは、あ、ゼロは。あ、でもそれ正面落ちた方がいいっすね。これね、バンバン撃ってるのは、ADS とか、ワンマイの、なんだ、あれ、マグネットがあるんじゃないかっていうことで撃ったんですけど、なかったっすね。で、ボム中も、アーガスで確認できてるんで、マエストロの位置ですね。はい。キピンで報告入れてと。で、そのタイミングで味方が倒してくれて、残り1、5対1。もうこれだけでも価値ありますよね、アーガスというか、ゼロというオペレーターの。僕が突っ切ります、皆さん。で、5対1で、はい、敵の、はい、銃声鳴った瞬間、ナイス、みんなで囲い込んで潰しに行くと。途中、最初のです、あれ見ましたかね、バンカーに対する車線。いいね、あそこ本当ね、もったいないんですよ、あれでやられちゃうの。絶対バンカーに対してはピークしない方がいいと思います、僕はね。攻撃側が有利すぎて。オッケー、さあ、というわけで、次はこれは、またクラブハウス戻って、同じような感じですね。あ、これね、あれだ。カバースピード見てください、僕の。これ、おまけ程度にちょっと見てほしいんですけど。来ましたね、敵。これ。もうね、カバースピード選手権、出れるんじゃないかと思うぐらい、僕はね、結構カバーするのが好きというか、こだわってるというか、本当とにかく早くっていうのを、いつも心がけてて。爆弾が見つかった。はい、これ、アーガスで。ADS も壊して。で、ミュートもあるんで、もう一個。もう4つもあるからさ。はい、ミュートつけて。ミュートで割れない。ボム中見れるし、突き上げするガジェット壊せるし、みたいな。で、しかもフラグも持ってるんで、今ね、ミュートで壁が開けれないっていう報告が入ったんで、こうね。
こういうこともできちゃう。もうちょっと有能すぎるね、ゼロ。本当に強いかなとかって最初思ってましたけど、めちゃめちゃ強い、やっぱり慣れてくると。あのさっきねちょっと途中で終わりましたけど、カバーですね、カバースピード、あれぐらいじゃないと敵に逃げられちゃうんで、あれぐらいのスピードを意識してほしいなと。まだねなかなかカバーができないっていう方は、ちょっとね一連の動きもう一回ちゃんと解説したいんですけど、ちょっと初心者向けとかでまた改めて、はい、説明したいと思うんですけど、あれはねもう本当もう 0.1 秒ぐらいでカバーしないと。下やった下やった。爆弾解除を開始した。これね一応そのカバーを見てほしくてこの動画に入れたんですけど、負けますあのこれ家が見えるんですけど、これねこのロック絶対弱いのにやっちゃってるんですよね。これプラント見えてる？あ？何？これもね頭打ったと思ったら全然当たってもないし。何の仕様これ？ダメなプレイングでした。はい、良かったのはあのカバーぐらいです。はい、そんなわけでちょっとねゼロの強さを今回見てもらえたのかなと思っております。最後までご視聴ありがとうございました。